早速今週もゲストさんに登場していただきましょう。この方が来てくださいました。どうも皆さんこんにちは、メリークリスマス、カナエです。まだ早い、メリークリスマス、ハッピーニューイヤー。気が早いですよね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではここからもリスナーの皆さんからのメールを読んでいきたいと思います。はい、ラジオネームゆりさんからです。ありがとうございます。エルさん、かなかな、こんにちは。メリークリスマス。私は今テスト期間なのですが全然勉強する気になれません。ほう、勉強が嫌いなわけではないんです。何時からしようと思って何時になると別の時間になっているみたいなのを繰り返してしまい、気づいたら夜になってるんです。そこでいつもいろいろなことで忙しいお二人に質問です。はい。忙しくて休みたい、でもこれしなきゃなどと思った時にやる気を出す方法はありますか？ぜひおすすめの方法があったら教えてほしいです。ついでにおすすめの勉強法も教えてもらえると嬉しいなです、だそうです。うわー、でもこれしなきゃ、うわー、あります？ありますね。なんかボイス収録出た出ました出ました出ました。ライバーはみんなボイス送れる。でもエル送れはしないですよ。でもあの締め切りのもう前日にやる、前日の深夜にやります。うん、僕も一回提出遅れてね、うん、ペナルティー食らったことありますけど。ペナルティーがあるの？結構なんかね、あの重めのペナルティー一回課されたことは実はあって。まあでもそれ以降、うん、でこのままじゃいけないなと思って、うん、僕はもうあのボイスの締め切りの2週間前とかに、うん、あの僕スケジュールあの大体教えてるんですけど、マネージャーに、うんうんうん、そこのスケジュール空いてるところには勝手にレコーディング入れてもらって、うん、僕の意思とか僕がいつ撮ろうとか関係なくもうボイス撮る日決まってるみたいな、うん、あ、だから逆に先に提出できてるんですよね、うん、っていうのをもうあのね、本当は自分で管理しなくちゃいけないんですけど、ちょっとマネージャーに、いや、ね、偉い。でも失敗をちゃんと生かしてる。なんかペナルティについてはちょっと後で詳細伺いたいです、ね。結構苦しかったですよ、うん、あ、苦しかった、うん、当時の僕、今だったら全然問題ないんですけど、当時苦しかったです、ね、あとうってなりましたね。そう、うん、だったんでちょっと大変でしたね、うん、そう、まあ、自分をね、その後に弾けない状況に立たせとく、うんうん、まあ、配信告知とかもそうですよね、うん、あのうわ眠ってって、でも1時間したら配信なきゃなみたいななったら、うんうん、もう言うんすよ、ツイッターで20時からします、うん、そう言って僕はいつも15分ぐらい遅れて配信するんですけど公言することによって自分を追い詰める、うん、あ、確かにそれはあるかもしれないね、うん、なんか周りの子たちにもう今回のテストは何点取るからって言って、そう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 、本当とか言われつつも実現させるように頑張るみたいな、みたいな、ね、公言は確かに大事かもしれませんね。いいありますか、エルさんは逆に、うん、もうでもエルはね、もうギリギリにならないとね、もう無理なさい。そうか、うん、だからやっぱあれですね、時間が追い詰めてくれるのがエルは一番効果的ですね。もう追い詰められ方ですね。まずい、やらなきゃ、やらなきゃ。でもその時に、うん、喉やっちゃったりとかしないですか？確かに、なんか外うるせえ今日みたいななったりとか、うん、そういうの怖くないですか？いや、それあるな。確かに今のところうまくいってるからいいけど、それはあるかもしれないですね。だってスタジオで撮ると、うんうん、スタジオも抑えてもらってるから迷惑もかけちゃうし、うん、いや、それはめちゃくちゃわかるかも。もうなんかちょっとやそっとじゃ休もうと思わないんですよね、うんうんうん、なんかボイススタジオで撮れるのすごいよね。なんか恥ずかしいとかない？マジ恥ずいっす恥ずかしいよね、マジで恥ずいっす、うん、